こんばんは、あなたです。部屋が汚いです。見えてる限りね、わかると思うんやけど、史上最強に部屋が汚い。やばい。脱いだら脱ぎっぱなし、出したら出しっぱなしという状態でですね、最近片付けをやってないわけなんですよ。今日はいっそのことこれを片付けるのとともにですね、大掃除をやろうという企画でございます。企画なのかな、もうただの僕の日常なんですけど。皆さんに最後までお付き合いいただけたらと思います。どれだけ散らかってるかっていうのを紹介しましょう。もうここだけじゃなくて、まあ、いつも撮ってるね、まあ、リビングなのあれ寝室なのかな、わからんけど、そっちもめちゃめちゃ汚いね。どれだけ汚れてるかルームツアーをします。ちょっと待ってくださいね。ではまずこのキッチンがある方の部屋から。ほんまにね、今汚いね。あとこれ、アクアに見守られながら今ご飯を作るという生活をしてます。では行きます。今こんな感じです。脱ぎっぱなしだし、ラムネがなぜかあそこにあるしね。これが個人的には結構ありえへんくて、ペットボトル転がってるし、これね、あの筋トレ台ですよね。もうお前筋トレする気ないやろっていう状態ですね。ダンベルのね、あれ外してそのまんまっていうね、重りも入ってないダンベルっていうね。このキッチンのね、2つ服があるんですけど、また後日の動画、なんでこれがあるかは分かると思います。これは個人的にもめちゃめちゃ楽しみな動画です。視聴者の皆さんからいただいたプレゼントですね。で、洗濯物とゴミ。もう最悪よね。ゴミあのまんま。靴も全然並べてないし、なんかレッドブルが、もうここに落ちてる。最悪。ゴミ箱の上にプロテインが乗ってるって。ゴミ箱開けれないっていうね。で、なぜかこっちは封筒持ってるし。ほんまに汚いとこ見せて申し訳ないんやけど。今こんな感じで散らかってます。いつも閉まってる開かずの中もぐっちゃぐちゃ、もうわけわからん。とりあえず掘り込んでるっていうね。ここの掃除はちょっとこうすれば見えないからさ。あ、ちょっと痛い。こうすれば僕は見えないから、なかったことになるから。これはね、シンクの方はですね、最悪ですよ。めちゃめちゃ溜まってるしね。もうここら辺もよくわかんないしね。疲れたからちょっと水飲む。見てるだけで嫌になってきた。もうやりますよ、絶対。よし。リビングの方、うん、寝室の方にいつも動画撮ってる方ですね。行きましょう。いやー、来たな。こんな感じです。これもう何って感じだろ。二人三脚が落ちてるし、ファブリーズがあそこにあって、開きっぱなしだしね、機材のやつがね。布団を出しっぱなし、その上に服を出しっぱなし、でハンガーも転がってる。机の上がゴミ、ゴミ、ゴミ、開きっぱなし。衣替えしてないからな。もう服を積み上げたまんまという感じですね。嫌になるわ、ほんまにこれは。でもこのままじゃいかんと思ったわけですよ。あのタンスはどうしようかな。これはちょっと、はい。はい、これで、はい、なかったことになるから、これで。タンスのあれでいい。タンスの中は今度、じっくりやる。とりあえず、ここ2つの部屋をきれいにします。では、早速始めたいと思います。これは、向こうの部屋にちょっと置くものだから。これは洗濯物ですね。向こうの部屋に片付けなきゃいかんものを、あっちの部屋に置こう。ラムネ、なんでラムネが。ワンチャンこっちの部屋綺麗になって向こうの部屋めっちゃ汚くなってるっていう現象が起きる。
よし。おお、どうでしょうか皆様、最初の頃と比べるとかなり綺麗になったんじゃないでしょうか。とりあえずここはこんな感じで、次は反対側、いつも動画撮ってる方ね。今こんな感じですね。さっきあっちにあったものがこっちに来てるっていうのがかなり大半だと思うんですけど、ゴミ捨てて服を片付けていきたいと思います。マジ整理しなきゃもっと上手い収納方法あると思うねんな。持ちながら、よいしょ。結構布団がないだけですっきりすんな。尻詰め込んだみたいになっちゃったな。仕込んであるいただいたプレゼントたちを直す場所があって、そこに直します。床掃除をやりたいと思います。いつも僕は床を空拭きして水拭きします。それをやります。水拭きはウェッティがね、途中からカサカサになるから、スプレーをシュッシュして拭く。めちゃめちゃ片付いたよね、こっち側の床掃除もしていきたいと思います。はぁ、シンクあったな、シンク。はい、というわけで掃除が終わりました。いやー、まあ綺麗になったんじゃないでしょうか。普通に生活できるぐらいには、開かずの間と押し入れは詰め込んだだけだから、見なかったことにしてください後日ね、ちゃんと掃除しようかなと思ってますが、まあいつやるかはちょっとわかんないですけどねここまでお付き合いいただきありがとうございましたもうただただ掃除してただけやけどね。個人的にはもうすっきりしたからかなり満足ですね。部屋の乱れは心の乱れっていうじゃないですか。もう精神的に乱れてたら部屋も散らかるっていうね、話を聞いたことがあるんですよ。本当かどうかはわかんないですけど、逆に言えば部屋が綺麗だったら精神的にも落ち着くという
ことなんだと思うんですよね。荒れてると確かにうわ汚ねーってなっちゃうから、そのストレスもあるんだろうなと思うので、この綺麗な状態を保っていけるように頑張りたいと思います。週1は掃除したいな。ではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。